皆さんこんばんは。選ばれる起業家のための魅力アップコンサルタント、土屋百合子です。今日も、私のチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは外見と内面の両方からアプローチをして自分らしく生きるための秘訣をお伝えしております。今日の機運レッスンはバイオリズムの続きです。前回はね、春夏秋冬っていうのが、あって目に見える形であって人間にもそれが当てはまりますよって、だからとてもタイミングが大事なんですよっていうのを具体的にまずちょっとお伝えしました。で、前回の続きということで、このバイオリズムって果たしてどこまで正確というかね、どれぐらいなんかこう自分に当てはまった時にあ、これいいねっていう風になるのかなっていうのをちょっとお伝えしてみようと思いますね。で、師匠がこのバイオリズムっていうこの話っていうかね、こうバナーで聞いた時に、でもな、バイオリズムってどれぐらい一体正確なのかなって疑問を持ったそうなんですよね。それでまず師匠自身がね、バイオリズムを徹底的に調べて分析するために過去の自分の経験ですよね、はい、あの過去のバイオリズムとご自分の人生のハイライトとの関係性を書き出してみたんです。実は私もこれもうね、これを学んで1年目ぐらいの時に書き出しました。そういうちょっとしたきっかけがあったんですけどね、自分の過去の、人生ですよね、こう右上がったり下がったりの人生と過去のバイオリズム、この年はこういう年だったよ、私にとって収穫の年だったよっていうのを当てはめた時に、私もそうなんですけど驚いたことにうまくいってるのは時が良くて、うまくいってなかったり体を壊したり、私の場合だったら、いじめとかね、はい、私の場合だったら他にもちょっといろいろと、あったんですけど、あれこれ時が悪かったのかなっていうようなことが、はまったんですよね。もちろん皆さんにどうなるかは分かんないんですけどね。そう、例えばね、私がそのいじめにあった時とか、って時はね、院の5年だったんですよ、はい。で、逆にすごくね、私小学校の5年ぐらいの時にそろばんをね習ったりとかして、ずっと9も順調に、2級までススススってこう受かったりとかね、それ以外にも、そう、持久走大会で137人中1位を取った時も、それもね、自分のもうとにかく私別に運動神経がいいわけでもなく、ただ単なる父がスパルタ教育なので、もうこんだけ練習してれば取れるでしょっていう時に、私は非常に緊張症なので、なかなか1位には取れなかったんですよね。緊張しちゃうから本当に。あと人に合わせちゃうので、お友達にね、ゆりちゃん一緒に走ろうよとかっていう風に体がつかまれると、一緒に走っているとかっていうような感覚の人だったので、そんなのがあったんですけど、でもね、そのバイオリズムのいい時にそれが集中してたんですよ、本当に。そうで、大人になってきてみたりとかすると、ダメンズにね、彼だけのせいじゃないですから、私もそういう風な時期だけのせいでもなく、私の心持ち気持ちもそういう風になってたからそうなっただけで、本当全ては経験なんでありがとうございますって感じなんですけど、そう、でもただこれで当てはめた時に、そういう時になんか気持ちがブレやすい、流されやすいっていう傾向にありました。そうなんですよ。師匠の場合なんかはね、フリーランスになった用の1年っていう時は会社でね、エコライフ研究所っていうのを設立したりとか、それが用の2年だったり、大きく会社が伸びたのが用の3年っていう時だったりね。で、なぜかマスコミからも注目され始めてね、新聞や雑誌などでいろんな師匠の活動が取り上げられたりとか、そうしているうちに連載が決まったりとかね、ものすごく絶好調だったのが用の3年だったです。で、さらに用の4年の時には初の出版も決まって、翌年著者デビューしたのが用の4年っていうね時だったそうなんですよ。それでその年には初のテレビ出演も、環境問題のことでテレビ出演もされてるし、会社の業績も大きく伸びて頂点になってたそうですよ。だけどね、その時の師匠はバイオリズムというものを知らなかったので、よし、これでいけいけっていうままで、そのままなんかこのままいっちゃえみたいな感じになったらね、陽の5年と陰の1年の重なる、つまりここ転換点だよっていう時、もうそろそろ仕事セーブし始めてねっていう時に、全然仕事もセーブせずに、著者としてもこの年に3冊も出版してやっちゃったらベストセラーになったんだけど、
この時に有頂天になっていたことが転落の始まりだったっていうふうに話してくれました。実はね、会社の業績は数字上では大きく伸びてたんですけど、お客様への配慮が足らずに後々にお客様が去っていってしまったっていうことが起きちゃったそうなんですよね。また目立ちすぎてしまったからか、陰口を言われてしまったり、疎まれたりね、はい、妬まれたりすることもこの辺りから始まっていったっていうようなことがあるそうです。ただ翌年の陰の2年になっても勢いはとどまらずに業績が上がり続けていたっていうのがあったのでね、どんどん社員を増やし海外進出も行ったんですよ。で、陰の3年陰の4年も順調に伸び続けていたので、この後にやってくる陰の5年ですよ、ちょっと運としてはこの時にあまり動かない方がいいよっていうようなことなんてでも予想せずに、何の備えもなく陰の5年に突入しちゃったわけですね。で、その時に運命のいたずらが起きてしまったっていうのが、師匠の人生で最悪のことがこの陰の5年で一気に起き続けたっていうとお話なんですけど、ちょっとね長くなっちゃったので、この陰の5年に何が起きたっていうところは次回お伝えしようと思います。というわけで、結構ね、照らし合わせてみると面白いですよ。皆さんもそういうの好きだよっていう方がいたら、ぜひ振り返っていただくといいと思います。過去を振り返るだけにね、過去ってやっぱり経験材料だから、そういうのに活用するとすごくいいんですよ。やっぱりそこから自分が学ぶことってあるじゃないですか。そして同じ失敗、同じことを繰り返さないにしようっていうことではすごい学びになるから、過去のことだけ栄光だけずっと喋ってるとかだとね、ちょっとなんか聞く方もうわまたこれかみたいに思っちゃうこともあると思うんですけど、やっぱそれをね生かすか生かせないかはあなた次第みたいな感じになってますけどということなんです。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。